Yeah.
こんにちは。ダラガーフェの動画を見てくださってありがとうございます。今週はダリアの花が咲きました。ダリアは、春に球根、芋みたいなね、球根植えて、で、やっと咲いたんですけども、つぼみが上がってきたら、すぐに咲かないで、1週間ぐらいね、ゆっくりかけて咲きました。とっても綺麗です。今ね、ピンクが咲いたんですけど、あと赤と黄色も植えてあるので、これから咲いてくるのが楽しみです。夏野菜もね、そろそろちょっとずつ収穫できてるんですけども、まだね、そんなにたくさん収穫できないので、こう、もったいぶって食べてるんですけども、でもね、今回青じそはもうじゃんじゃん生えてるので、惜しみなく食べられるんですけども、今回は青じそで、冷しゃぶサラダを作ってみました、ね。日本人のお客さんもいらっしゃったので、やっぱり青じそみたいなね、日本の味を出すととても喜ばれます。それからね、今年からキノコの原木栽培を始めたんですけども、始めたって言ってもね、まだ一回も原木から収穫したことないんですけども、いろんな種類のキノコの菌があるっていうことで、もう全部やってみたいってなって、たまたまですね、近所の方が木を切ってたんですよ。木を切ったっていうか、枝をね、下ろしてたので、その大きい木だったので、その枝ちょっとくださいって言ってね、いただいて、また、原木栽培やってみました。原木栽培に仕込んでみたのは4種類あるんですけど、一つはタモミタケ、もう一つはヤマムシタケ、それからグレーオイスター、ヒラタケですね、と、もう一つ、もう一個、シイタケ。なんでまた椎茸かっていうね。このね、4種類が、お試しセットみたいな感じで、4種類がセットになった、キノコの菌だったので、これをやってみました。まあね、もう成功するかわからないけど、もちろんね、成功してほしいですけども、
もうね、やってること自体が楽しいので、まあ、出ても出なくてもいいんじゃないかなと思ってますけども。でも、山伏竹が家で出ちゃったらどうします？もう、夢がありますよね。楽しみです。今週もね、森に行ってきました。原木栽培もね、楽しいですけど、やっぱり森で咲かすキノコもね、楽しいですよね。いろんな種類があるので、もう飽きないです。で、今回は、絵に描いたの、これです。わからなかったんですけど、薄紫っぽくて、可愛いキノコで。開いた時も可愛かったけど、これはまだ開く前の状態ですね。これもね、ちょっと分かんなかったですね、なんだか。なので、ほぼ名前の分からないキノコばっかり描いちゃったんですけど、最後ね、この緑のキノコ、これはあれですよね、アイタケですよね、と思う。他に緑のキノコってあんまり知らないので、アイタケかなと思うんですけども、とても綺麗です。今回はこの5種類のキノコを描いてみましたけども、あのね、スッポンタケもたくさん生えてましたね。あれはもう遠くにいても匂いでわかるので、ああ、今年も来たなと思ったんですけど、あのキノコは、前回にもね、描いたことがあるので、持って帰ってきませんでした。毎回キノコね、紹介してますけど、描き始めたのがちょうど1年ぐらいですかね。去年の今頃初めて、キノコの絵描いて、それからもうずっとハマっちゃってますね。ほんと楽しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。